い、こんにちは、なすけです。これから初めて YouTube 動画を投稿します。腹筋を一緒にやっていきましょう。頑張っていきましょう。広告トレーニング動画入れられへんやん。はい、ということで1年前の体がこんな感じだったんですけども、まあ1年経つとこんな感じになっちゃいました。はい、OK です。どうですか？いい、漏れてる。漏れてますよね。めっちゃいい感じ。めっちゃいい。めっちゃこれはテンション上がる。ということで、今回は僕のおすすめのサプリメントを紹介します。僕がおすすめしたいのはマイプロテインです。はい、お疲れ様でした。ということで、皆さん5分で腹筋バキバキにしちゃいましょう。首やばいか。今減量末期なんですよね。あ、そうなんですか。はい、もうなんか食べたくてしょうがない。あ、でも私は今からペヤング食べます。わーい。今日は私の一日のフル食を取っていきたいと思います。一食目は低脂質高タンパクなおしゃれなパエリアを作ります。しゃべ、ちょっと髪の毛大丈夫かな。よし。はい、ということで今日は待ちに待ったチートデーということですね。高脂質高カロリーなパエリアを作っていきたいと思います。またコメント来てるよ。なんか全然いい曲ないよな。ボディメイクの筋肉は使えない筋肉じゃありません。写真撮ってもらってもいいですか？あ、ぜひぜひ。ありがとうございます。メトロンさんすげーな。これ結構いいと思うんですけど。おー、漏れてます。漏れてる漏れてる。あ、やった。大会まであと5日となりました。
今日も気合入れていきます。これは脂質が、いやこれも脂質が、いやこれも脂質が、いや質問来たけど、これは脂質の量もあるし PFC もあるし、トレーニングの時間とかフォームも全然わからないし、これはちょっとわからん。じゃあサムネ撮りましょうか。じゃあします。はい、じゃあ抜きます。お願いします。はい、たくやさん、じゃあコラボどうします？次どうしましょう。なんかありますか？食べますか？食べるのありっすね。あとはトレーニング系。ああ、じゃあ今日の予定は撮影して編集してって感じですね。じゃあまず筋トレ行ってきます。お疲れ様です。お疲れ様でした。筋トレ YouTuber あるある。はい、そうですね、あるあるじゃないですか。めっちゃあるある。確かにみたいな。確かにみたいな。本当にそればっかり。演技があれやったから、はい、打ちなかったかもしれないんですけど、ちょっとわざとらしいのありますもんね。それも見どころというか。そうですね。なんか好きなあるあるあったらぜひコメントしてください。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。では今日は私の1日のフル食を撮っていきたいと思います。1食目はもう一回いきます。いけてる？いけてる？多分いけてると思うんですけど、ちょっとどうですかこれ。めちゃくちゃ